こんにちは、デモクラシータイムス山口二郎のええ加減にせえ11回目をお送りいたします。山口先生です。はい、よろしくお願いします。菅政権誕生いたしました。はい、なんか支持率が猛烈良い、めちゃくちゃ高いですね。まあなんだかね、せっかく安倍政権が終わったと思ってなんか暗雲が晴れたかなと思ったらまた別の暗雲が垂れ込めてきましたね。今日はそういうことで菅さんにもうなんていうの、政権が発足した時からもうこんだけいっぱい悪口のネタがあるというのは我ながら驚きましたけども、はい、ということで気持ちよく批判的言論に徹したいと思います。はい、ではまず菅さんとは何者かというところから始めたいと思います。まあ、菅政権誕生の経緯って、まあ、これは新聞にもね詳しい記事が、うん、載ってますけど、基本的な構図はやっぱり二階幹事長とか麻生副総理とか、それからまあもちろん安倍さんの派閥細田派など主要派閥のボスがまあ談合したということですね。でやっぱり石破さんはなんかすごい嫌われてると。どうして？まあ安倍さんに対してやっぱりこう立てつくっていうか、まあ我々から見れば石破さんが言ってることは誠に当たり前なんだけども、まあ今の自民党政権は当たり前が通らない世界ですからね。うん、その直言する石破鬱陶しい、それからまあ過去のいろんな経緯があって、あの総裁選でも、石破さんは安倍さんに戦いを挑んだということで随分嫌われてるようですね。なるほど。で岸田さんはまあ安倍さんの後継者の候補ではあったけども、全くもって存在感がないというか、まあ、国民的にも全く認知されてないと。で例の定額給付金の時も岸田さんは政調会長でまあ取りまとめをしたわけだけども、うん、岸田さんが決めた政策っていうのがその公明党とそれから二階さんの反乱でいとも簡単にひっくり返されたという経緯があって、30万円を、まあ、ある一定の条件ので、世帯に配ると言ってたのを、全員に10万ってことになってね。でもこれはだから岸田っていう人はもう政治家として全く指導力がないっていう、烙印を押されたわけですね。で、まあ、自民党ってっていうのは昔は派閥の戦いっていうのが非常に盛んで、まあもちろん権力闘争ではあったわけですが、まあ その副次的効果として、まあ権力闘争の結果刷新をするっていうのかな、新しい総理総裁が登場することによって政治の流れをちょっと変えるみたいなね、だから岸信介の後に池田勇人が登場とかね、田中角栄の後に三木武雄が登場とか、まあ、よく言われてますが、議事政権交代みたいなものが起きて、それが自民党の長期政権の一つの秘訣だと、まあ、政治学者は言ってきたわけですね。ところが、まあ、常に談合の繰り返しで、もはやその派閥間の権力闘争によるイノベーションとかね、路線転換というのはもう起こらないと。なるほど。これが今の自民党の実は大きな限界というかな。例えばアメリカの大統領選だと民主党と共和党で候補を持ったら、延々とこう選出をの劇を繰り返し、最後に残った人同士で選挙するっていう風になって選ばれて きますよね。はい、能力についても評価されてくる。その意味で日本は大統領選はないわけですが、自民党が派閥で自分 その首相候補を持つっていう過程で、いろいろその能力なり資質なりっていうのをこう磨かれてきて代表が選ばれてくるっていうことがあったんですかね。やっぱり戦って権力を取った人っていうのはやっぱり前の総理大臣から違うことを言わなきゃいけないというんで、まあ、例えばその池田勇人って人はそのご本人がそんなにハト派ではなかったわけだけども、やっぱり岸信介の後に総理になったら、やっぱり憲法問題引っ込めてね、高度経済成長っていう
話になるわけですよね。なるほどね、うん、だからやっぱりこう政権が変わるっていうことが、まあ、民意を受け止めるきっかけになるわけですけども、うん、どうも今の自民党にはそういうメカニズムがないですね。そういう中から生まれてきました、うん、でね、まああんまり決めつけちゃいけないんだけども、まあ、今までのその菅さんの官房長官としてのいろんな行動を見てますとね、もうすでにあこの人は本当にある意味安倍さんよりも陰険かなっていうかな、安倍さんよりももっとこう恐ろしい悪い意味での恐ろしい権力者になる、うん、危険性がありますよね、うんうん、でまあ一つはその非常に陰湿な政治手法で、まあ、官房長官っていうのはやっぱりいろんな情報が集まる結節点でして、その情報を集めてその敵対するものを攻撃するということが、うん、まあ、しばしばあったと、まあ、代表的なのはあの元文部科学事務次官の前川喜平さんに対する人格攻撃ですよね。そのどっか新宿のバーに行ってたっていう話を読売新聞に書かせたとかね、うん、地位に連々としてるとかね、うん、随分人格攻撃みたいなことをしてましたね。それはやっぱり前川さんが、うん、その加計学園の問題についても筋を通したことを言ってたからですよね。なるほどね、うん、それから、まあ、黒川東京高検検事長をともかく定年延長してね、うん、検事総長に据えようとしたのも菅官房長官だったと言われてますよね、うんうん、だからこういう形でね、こう自分の子飼いの、うん、官僚を可愛がる、とりわけその警察系のね、まあ、黒川さん以外にも北村さんとかねいますけども、ね、うん、そういう権力を使って情報を集める、で敵を追い詰める、うん、非常に陰湿な政治手法がすでに展開されてるわけですよね。なるほど、うん、でこれはこの後も多分続くでしょうね、うん、そうか、うん、なんか暗くなりました、それからまあ私がやっぱ政治学者として一番問題にしたいのは、うん、説明責任を拒絶しているという点ですね、うん、でまあこれはあの東京新聞の望月磯子さんが非常にこう果敢にっていうか孤独な戦いを挑んでいますけども、うん、まあ望月さんに限らず菅さんの記者会見における答えというのは誠に傲慢ですよ、うんうん、で、二言目には問題ないとかね、批判は当たらないとかね、適切に処理しているとかね、まあ、根拠もなしに結論を言うというのが菅語、菅和法の特徴ですよね、なるほど、うん、だからね、まあ、私は大学の教師でもしね大学院生がその博士論文とか修士論文の審査の時にね、うん、こっちが質問して問題ないとかね批判当たらないとかって根拠もなしに言ったらそれはもう絶対に落第ですよ。なるほど、うんうん、要するに根拠なしに結論を断定する、これは、うん、民主主義の政治家の使う言葉ではありません。でもこれって菅さんが政治家っていうものについてのこの認識が私たちと違うんじゃないですか、うん、私これを見ると、うん、例えば批判は当たらないって答えますよね、うんうん、だけど批判は当たらないかどうか決めるのはこっちであって、うん、あなたじゃないでしょうっていうか、うんうん、その政治家の方はとにかく説明を尽くす、うん、でそれが批判に当たらないものなのかどうか、問題がないのかどうかを判断するのは国民の側っていうか、うんうん、こっち側であって、うん、これは答えになってないと思うんだけど、答えになってないんですよ本当に。そういうなんていうかな、政治家の立場っていう理解がないのかな、うん、まあ、政治家っていうのはやっぱり英語で言えばサーヴァント、国民に使える、うん、まあ召使いというか、うん、国民に奉仕する人たちのはずですよ、うん、だからサーヴァントとして本当にきちんと仕事をしているかどうかは国民が判断評価するわけですけどね、うんうん、まあ、そういう意味で菅さんにはその自分がサーヴァントであるという自覚はないでしょうね、うん、だからやっぱりね、その根拠もなしに結論を断定してその後一切議論ができないっていうのは、これはもう民主政治における討論とかね、うん、熟議とかっていうのはもう全くできないということですよ、う
これは大きな罪だと思いますね。なるほど、うん、それからですね、まあ、官僚に対する人事で権力を乱用したっていうのもこれは菅さんの特徴ですよね。で、うん、つい最近朝日新聞に、平島さんという元総務省自治税務局長の証言が、うん、まあ、載ってまして、平島さんという方は、まあ、自治税務局長ですから、うん、地方税、を担当する官僚ですね。で、ふるさと納税という制度について、はい、まあ、これは税の理論上非常に大きな問題があるという、うん、まあ、指摘を菅さんに直言したわけですね。そうすると菅さんがまあ、なんていうか 逆上というか、激高して平島さんをまあ左遷したわけですね。自治税務局長っていうのはこれ次官コースですよ、うん、平島さんという方は大変立派な方で、その内部ではやっぱり次官候補って言われてたんですよね、うん、ところがまあ菅さんに直言をして逆恨みされたので、自治税務局長から、まあ、自治大学校というところに左遷されたわけですね、うんうん、で、まあ、ふるさと納税そのものについて、まあ、ちょっともうあんま詳しく言いませんけども、うん、まあ、皆さんご存知ですよね、はい、自分の好きな自治体に寄付したらなんかいろいろ品物がもらえる、牛肉とか、ね、商品券まで、だからお金くれるような、うん、いやだからある意味その寄付をする、高額なその寄付をする富裕層にとって税金を負けてもらう、ね、うん、税金の代わりに物が来る、各地の名産品なり商品券をもらうとなれば、これはもうもろにあれですよね、税金を割引くっていうことですよね、うん、そういうめちゃくちゃな制度なわけですよ、うん、でやっぱりね、官僚っていうのはもちろんその大臣に仕える、あるいはその政治家に仕える、うん、立場ですが、やっぱりこう法律の論理とかね、うんうん、政策の合理性という観点から政治家が進める政策に対して疑問を呈するっていうのは、これは官僚の大事な仕事なんですよ、うん、まあ、ところがその疑問を呈されて逆上するっていうあたりが、やっぱ菅さんの政治家としてのまあ小ささを物語るエピソードだと思いますね、うんうん、でこういう人事は自分だけではないっておっしゃってますね。そうなんですよね、うん、だからまあ、安倍政権が8年近く続いて、うん、まあ、その中で官僚の人事も随分変わったと、まあ、例の内閣人事局っていうその役所が機関があって、うん、まあ、政権トップの意向で官僚の人事も動かすという、うん、ことが続いてきてますね、うん、でやっぱりそのなんていうかな、筋を通すとかね、うんうん、法律のその論理を尊重するといったような本来の意味でのその官僚の仕事をした人が官邸にまあ睨まれる、疎まれるという意味で飛ばされると、うんうん、で、まあ平島さんの話にあるように、菅さんはその徹頭徹尾従った人にはその報いてやると、うん、だから出世させてやると、うん、で逆らうやつはその干すと、でこれはだからその人事が縁故主義になってると、うんうん、要するに親分子分の関係をその政治家と官僚の間に作るということですね、うん、まあ昔からそのもちろん政治家が官僚の人事をある程度動かすっていうことはなくはなかったですけど、ここまで大規模に官僚をコントロールする、その自分に対する忠誠心の有無で人事を動かすっていうのはやっぱりこれは菅さんが初めてじゃないですか。で菅さんは別にこれがね悪いと思っていないっていうところが、うん、このえって思うところですよね。だから自分たちは選挙で選ばれてる、だから偉いんだと、うんうん、で反対するやつは移動してもらうって、まあ、正直に言ってますね。うん、まあ政府が、まあ、法律などを決めれば官僚ってのはそれを実行する
というのが仕事になる。しかし一旦決めた政策であってもやっぱり実際やってみたらいろいろ問題がありましたっていうことをやっぱり役人官僚はちゃんとその政治家にフィードバックしなきゃいけないわけですよね、うんうん、逆らうやつは移動してもらうっていうのはこれはまあ DV 夫あるいは、うん、日本が気に入らないなら出ていけというネトウヨの雑言と全く根は一緒だと思いますね。つまりその討論とか議論とかってなぜ大事かっていうとやっぱり間違った政策を修正するためには議論討論が必要だということなんですよね、うんうん、だここはおかしいよっていうその指摘がないとやっぱり間違った政策をいつまでも続けていって結局最後国民が迷惑を被るわけですよね。なんかだけどこういう形でその反対があれば移動してもらうとか、うん、疑問を呈するとかなんかこう進言するとかっていう人たちを外していくっていうことになると、うんうんうん、もうトランプの政府と同じですよね。そうですね、うんうんうん、気に入らない人はみんな首を切っていった結果、なんか日本で言ったら大臣級の人が空席になったまま長くなってしまうとか、うんうん、そうですね、そういうふうに、いやだからその権力持ってる人に尻尾振る人間だけでね、うん、組織を固めるっていうとこれはもう非常に無能な組織になるわけですよ。このデモクラシータイムズでもおなじみの佐高誠さんの本に逆命理君っていう本がありますよね、うん、命に逆らって君を利するっていう、うん、だからその一見権力者を批判しているように見えて実はその批判こそがその国に役立つっていうことはよくあるわけですよ、うんうん、そういう意味で一切の異論を封じる菅手法っていうのは、うん、まあ、これからその日本の政府のその政策的な能力を大いに損なう。ただでさえ安倍政権の下でねおバカな政策を繰り返してきましたが、うん、菅政権の下でますますそうなるんじゃないかなと思いますね。そうか、しかもこの選挙で選ばれた私ども政治家が何かやるという方向を決定する時の提言をする人とか補佐をする人っていうのがお友達ばっかりになってくると、うん、もうこれは、うん、国家としてはどんな形態になってしまうのかというのは怖いように、いやだからやっぱデモクラシーが機能しなくなるわけですよね、うん、その取り巻き要するに権力者に尻尾を振る取り巻きばっかりでね、うん、その政策を決めていくとやっぱりかつての戦争のようなね、うん、間違った政策を最後まで突き進むという、うん、結果になるわけですよね。なるほど、うん、で冷酷というのもある。そうですね、まあ、これは、9月17日の天聖人語にあった話ですけど、うん、沖縄に対してねやっぱりこう非常に冷たいですよね、まあ、辺野古の基地建設をシャニムに進めているっていうのはやっぱり菅官房長官が中心だと、うん、言えますよね、うん、で沖縄ではまあいろんな選挙で辺野古新基地に反対するという意思表示が、うん、まあ、続いているわけだけども、まあ何て言いますかね、こう沖縄の存在を全く無視している、うんうん、要するに言うことを聞け、それだけですね、うん、対話をしようなんていう姿勢は全くない、うんうん、これがやっぱりかつての自民党の中にいたそのいわゆる叩き上げの政治家と違うとこですね、うん、なるほど、うん、そうですね、まあ、沖縄ってのはやっぱり第二次世界大戦末期の地上戦、それから戦後米軍による支配ということで、うん、本当にいろんな苦しみを押し付けられてきたわけですけどね、うん、そういう沖縄の訴えに対して賛同できない菅さんらしいね、賛同できない、それで終わりですね、うん、そうか、うん、いや沖縄は本土の方が、うん、経済成長を遂げて、うん、ものすごくこう生活も豊かになり、うん、本当に社会全体の文化も豊かになるっていう、うん、そういう時代にずっとそこから遅れてっていうよりも、うん、まあ米軍支配下にあって、うん、そういう基礎的な投資もされないまんま、うん、
放っておかれて、うん、それでようやく返還されたわけですからね。そこの間の苦労については全く、まあ歴史を知らない、そう歴史を知らない、あれ知らないふりをしてるのかな。ふりしてたらすごいですね。よくこんな冷たいことを言えるもんだなと思いますね、本当に。なるほど、うん、それからはい、現行不一致または強者の味方って書きましたけど、あ、今言ったこの叩き上げとかね、地方出身っていうのがなんか売り物になってますけど、叩き上げの人にはやっぱり二通りあるんですよね、はい、つまり叩き上げだからこそ弱い立場の人たちのことが分かって、うん、こうまあ包摂っていうかな、うん、そのいろんな人のために、うん、尽くすっていうタイプの政治家と、うん、叩き上げで勝ち抜いたから俺は強いんだ偉いんだで、要するに競争原理大好きっていうね、うん、悔しければお前らも頑張って勝ち抜いてこいよみたいな、そういう、まあ、今で言えば新自由主義、うん、競争社会市場原理みたいなものが好きな人と、うん、2つあって、まあ、菅さんは明らかに後者、叩き上げだから競争大好きっていう、うんうん、勝った人間が偉いんだっていう、こういう価値観の持ち主ですよね。なるほど、うん、だから、首相になって早々あの竹中平蔵となんか会ってますよね、はい、うん、もう本当に嫌になりますね。そうですか。竹中平蔵のあの規制緩和小さな政府路線がいかに日本を悪くしたかって、うん、もうこれは2000年代散々我々こう見てきたわけでね、うん、でただ菅さんはもう総理になって早々規制改革っていうのを自分のテーマの、一番に掲げているわけですよね。規制改革っていうのはまあ分かりやすく言うと、強い者がもっともっと自由に金儲けできるようにするということです、うんうん、で、まあ、あとねその既得権打破っていうのも言ってますけど、さっき言った例えばふるさと納税制度なんてこれ金持ち優遇 の、うん、あのあれですよ、税制ですよ。でね、それで税金逃れをしている人たちって私は既得権の塊だと思うんだけどな、うんうん、まあだからいいんです、自分が既得権を得た時にはそれを打破とは言わないです、うんうん、人が持っている既得権が欲しい時に打破という、うん、それから規制緩和も、うん、特区作って規制緩和って言うけれども、うん、あれは特区を作って自分の仲間がだけが規制緩和をさせてもらえるっていうところで意味がある制度なわけで、結局ここのところ全体まとめるとやっぱり強いものが今よりも強くなれる社会で、しかもその強いっていうのは自分の仲間っていう、こういうのが結構よく見えるか、いや見えると思うんですが、そうですね、なぜそこははっきりしないのでしょうか。はっきりしないっていうのは、え、世間一般では、ああ、いやだから秋田出身で、うん、法政の夜学に通ってっていうところでなんか先生のとこですか、まあ法政の人は誰も喜んでないですけどね。なんか大学のホームページでなんか卒業生の菅さんが総理大臣になりました頑張ってねみたいな、なんか2行ぐらい書いてあるだけで、いかにも法政らしくていいなと思いましたけど、まあ、それはともかく、うん、あのなんか地方出身でなんか苦労したらしいみたいなね、うん、で市会議員から叩き上げてきたみたいな、それでなんとなくねこう世間を知ってるとか、うん、弱者の立場に立つとかっていうイメージだけがなんか先行してますね、うんうん、であの例の自助共助公助っていう3つの言葉にしてもですね、はい、やっぱり自助が先頭に来てるわけですよね、うん、でね、まあ政治っていうのは、まあ、自助がうまくいかない人が大勢いるから必要になるわけですよ、うん、自分の力で全部できたらね政治なんていらないんですよね、うんうん、それはもうあの 病気っていうかコロナ問題でもそうだし貧困でもそうだし、うん、結局のところ日本でこんなにどんどん人口が減ってるのもやっぱり自助だけじゃ家庭生活ができない、うんうん、給料は少ないとかね、家賃が高いとかね、うん、あるいはその何年仕事が続くか、いつまで雇ってもらえるか分かんないみたいな、うん、そういう状況の中でやっぱり自分で自分のことをしろよって要求すること自体は極めてこう暴力的な話なんですよ、うん、今自分で自分のことが全部できないからやっぱり公的な、うんうん、サポートをして
その上でみんながやっぱり自分の才能を生かしていく、自分で頑張るっていう、だからその自助が先頭に来るっていうのはいかにもそのあれですよね、さっきから言ってる新自由主義っぽい話ですよね、うん、まあ、政治家は公助、うん、公助をいかに、公助のために政治家は生きてるわけです。それ、そのために税金で給料もらってるわけですからね。そうですね、うん、少なくない給料を払ってます、うん、私たち、うん、そして無知、無知なのかな、無知でしょう。これは憲法改正について政府として挑戦したいと発言した。これは憲法をまともに読んでいないことの表れですよね、うん、一応菅さん法学部の出身なんですけどね、憲法なんて勉強してないんでしょうね、うん、そうなんですかね、平野さんの後輩ですけど、うん、いやだから内閣総理大臣っていうのはね、今でもありません、憲法擁護義務があります、うん、で安倍さんだって安倍政権として憲法改正に取り組むとは言わなかったでしょ、あれ自民党として取り組むっていうのは言ってたけどね、あるいは自分個人としてやりたいっていうのは言ってたけど、政府としてっていうのはこれはもうそもそも憲法違反ですよ。なるほど、うんうん、まあでも安倍さんもなんか立法の長男とか、うん、あの行政の長男だから混乱に陥っておられましたから、うん、まあ、似たようなことが起こってるのかもしれないですね、うん、ですね、内閣っていうのはやっぱ憲法に基づいて存在している機関なのであって、うんうん、その内閣が憲法を改正するっていうのはこれはまあなんというかな、そのまさにモンスターですよね、うん、うん、憲法によって作られた内閣がその憲法を壊すというのはモンスターですよ。なるほど、うん、いやちょっとあの外れますけども、改憲問題はどうなるんですかね、こういう、いやだから、まあ、まあある意味菅さんは憲法にはあんま関心がないと、うん、そういうこともできますね、だから安倍さんほど改憲改憲と言って騒ぐわけではないのかもしれません。改憲の危機はまあ遠ざかったっていうふうに、まあ、私は思いますね。そうですか、うん、で次ですが、はい、菅さんはなぜ人気があるのか、これがねこれがなかなかね説明に窮する、説明していただけると、説明に窮するんですけどね、6月の段階でまだ安倍さんが辞めるっていう前ですけどね、はい、朝日新聞の世論調査では次の自民党総裁としてふさわしい人は誰か石破さんがダントツのトップだったわけですよね、うん、で菅さんはわずか 3%、うん、岸田さんにも劣っていたという、うん、うん、わけですが、9月3日要するに安倍さんが退陣表明をして、もう自民党の中で次は菅で行こうぜっていうボスたちの談合が成立した後の調査では、うん、なんと菅さんが 38% ということで、うん、10倍以上に支持率が増えた、うん、わけですね。で、まあこれは何と言いますかね、一言で言うとテレビにしょっちゅう出てるとやっぱり誰だって人気が上がるということですかね、うん、まあそうですね、うん、自民党の政治家たちが勝ち馬に乗りたいっていうのはこれはまあある意味分かりやすい話ですが、一般の国民までがね、うん、その勝ち馬に乗りたいと思うっていうのがね、なんか不思議といえば不思議なんですけどね、うんうん、だからまあともかくさっき その世論調査、朝日の調査でもね、要するに石破さんが国民的支持を得てるっていう定説があったわけですけれども、はい、なんかそのともかく菅で行くっていう派閥ボス の決定が固まって、うん、でテレビがその次の総理は菅だってことを毎日毎日繰り返し報道して、うん、でパンケーキとかね、なんかあの集団就職とかね、うん、なんかそういうその個人的なエピソードみたいなものをこう繰り返し流すと、うん、なんとなくみんなこう親しみを感じるんでしょうかね。なるほど、うん、でまあ、代わりに石破さんの個人的エピソードを大量に流していれば、うん、石破さんに流れたかもしれません。ああ、まあ世論はそうかもしれないけども、うん、まあ要するに自民党の政治家が決めるのが総裁選挙ですからね、うん、そこはあの、いやだからあれですね、小泉さんが総理になった時みたいに一般党員の投票とか大々的にやるっていう
仕組みで、かつテレビが石破キャンペーンをやれば、まあ違った結果になったかもしれませんけどね。なるほどね、なんかね、こうヨルバ大樹の影というかね、あの人が今度の総理大臣か、じゃあまあまあなんというか、自分もとりあえず応援しようかみたいなね、そのまあちょっと言葉はきついですけど、ある種奴隷根性みたいなものがどうも今の世の中には蔓延している感じがしますね。まあ日本の国民性についてはヨルバ大樹の影と長いものには巻かれろっていうのしばしば挙げられますが、そうなんですかね。いや、まああんまりその決めつけちゃいけませんけどね。まあだけど、なんていうかな、安倍大臣からこの菅政権誕生、そしてこの異常な支持率っていう、この過去3週間ぐらいのこう流れをこう見てると、なんていうかな、ストーリーがなんかすごくできてますよね。そうですね。安倍さん病気で辞めてかわいそうみたいな話から始まってね。その安倍政権のいろんな罪、いろんな失敗、いろんなその汚いことも全部安倍さんの病気っていう言葉で消去しちゃってね、もうなんか全てこう消しゴムで消しちゃった感じですね。そうですね。でその次に出てきたのは、まあ、菅さんで、まあ要するに、ね、その2世3世じゃなくて、叩き上げで地方の出身でみたいな、なんか別のストーリーを用意して、で今度はもうちょっと一般の人たちに近い政治家かなみたいなね。でテレビがそういうイメージを振りまいて、でまあ今の高い支持率を作り出してるっていう、これ裏でシナリオを書いてる人がやっぱりいるとしたら大変な能力ですね。まあね、でも、そういうものなんでしょう。だってトランプの選挙だって、そういう形で前は進んできたわけですし、そうですね、まあ、批判的精神がなければ流されていってしまうのは致し方のない。まあ、まあでもね、まあ、その序盤のっていうかね、政権発足時の支持率というのはあんまり参考にならないので、あんまりおたおたしなくてもいいと思いますよ。いや、何にもしないのに支持率 60% を超えるって何ってさっきちょっと始まる前に喋ってたんですよ。あ、でもねかつての民主党政権の時だってなった時は支持率高かったわけですよ、菅さんにしたって。じゃあなんかしなきゃいいねこれからじゃあまあ何をしてこられるのかを見ていくしかない。まあそれはそうなんですよ。でね、菅政権っていうのは後でまた出てくると思うんですけど、はい、もう前途多難ですよ。これいろんな難しい課題が山ほどあって、まあ菅さんはそうやって高い支持率なわけで、このままいったら早く総選挙すれば圧勝する、自民党圧勝だっていうんで、選挙にこのままドタドタ行ってしまうんじゃないかっていう話も結構あちこちでされてるんですけど、まあ、そうなっちゃうとね、戦う野党はどうするんだってことになりますよ。まあ私はね、珍しくそこはちょっと楽観しておりました。本当に大丈夫ですよ。珍しい。大丈夫ですよ。そうですか。私がなんかこんなこと言うとは自分でも予想してなかったけど今回の立憲民主党の結成というのは非常にうまくいきました。そうなんですか。はい、私はまあ100点満点の95点をつけたいと思って。そうなんですか。なんか世間では全然期待できない。まあね、前の民主党と同じじゃないか。いや、それはやっぱりね、違うんです。かつての民主党と違う、何が違うかっていうと、まあ枝野さんのこの間の動きについてはもうこの番組でも何回も解説をしましたが、はい、私はね、枝野さんの政治観というか政局観について今回ちょっと感心しました。そうですか。やっぱりね、その2017年に自分が立ち上げた立憲民主党を軸に自民党に対抗するきちっとした野党を作り、政権交代を目指すっていうこのね、ゴールっていうかね、まあ、まだ野党としてのゴールだけど、それをやっぱ最初から持ってね、こう戦略的に動いてきたとか、過去3年間、そういう感じがありまして、で何が、まあ違うかっていうと、まあ、一つはね、保守二大政党論っていうのは野党から全部
叩き出した追い出した。玉木さんたちですか。玉木は保守二大政党、まあちょっとそんなところもあるな。だけど、まあ、要するに前原とかね、はい、うん、まあ、あの細野とか長島とかがまあずっ希望の党の騒動の時からまあずっとそういう策動をしてましたけども、うん、保守二大政党論を掲げる野党政治家っていうのは今回立憲民主党には加わらなかったわけですよ、うん、で例えばあの参議院議員の益子照彦さんって福島の人にいて、はい、僕はこの人とはすごい親しかったんだけど、今回はもう玉木新党にも行かずに無所属になって主犯指名で菅さんに入れちゃったんですよね、うん、あのつまりこう第二自民党みたいなものを作ってね、うん、政権交代とか二大政党制とかっていうようなことを言ってる人がまあある程度いたんですよ、うん、民主党時代にも。でそれがやっぱりこう路線をめぐる対立の一つの原因でしたよね、うん、だけどやっぱり今回はもう要するに立憲民主党が野党として非常に鮮明な旗を立ててますから、保守二大政党論の人はやっぱり行けなかったわけです。なるほど、うん、それからまあ経済政策で言えば小さな政府、規制緩和の新自由主義と決別をした、うん、これは枝野さん繰り返し言ってますよね。支え合う社会ということで、その小さな政府じゃダメだと、政府がちゃんと責任を持って世の中の矛盾を正し人々の生活を支えていく、まあこれは言い換えますと社会民主主義という政策なんですけどね、うん、まあこれで大きな政党をまあ作ったということですよね。新立憲民主党の政策綱領については、大阪誠二さんと泉健太さんがまあ一生懸命議論を重ねてね、まあまあそれなりのものができたわけで、これはやっぱりその次女の菅政権に対してですね、まあ非常にはっきりとした対立軸ができると思いますね、うん、でまあ今までの道のりを振り返ってみると、あちょうど、まあ、今日9月19日じゃない18日か、明日が19日、はいはい、例の安保法制が成立をしたのが5年前ですね、はい、9月19日、うん、でね、この安保法制の反対運動っていうのがやっぱり、まあ、振り返ってみると野党再編の、まあ、出発点だったと思いますね、うん、で、まあ、あの時当時の民主党の岡田克也さんは集団的自衛権は憲法違反だというふうに判断して、うん、安保法制反対の側に加わった、うん、わけで、それでまあその共産社民だけじゃなくてね、当時の民主党も含めた大きな反対の運動がまあ展開したわけですよね、でまあしかし当然当時の民主党の中には集団的自衛権 OK っていう人もいて、まあ、そこにこう潜在的な亀裂が生じたわけです。ただまあ全体として見ればいわゆる立憲野党、要するにまあ民主、後の民進プラス共産プラス社民プラス小沢さんの自由党っていう、このブロックができたわけですね。でその安保法制集団的自衛権反対という路線に反対する、あるいは不満を持つ人々がまあ中心になって、まあ前原さんとかね、2017年には例の希望の闘争動が起こりました、はい、でこれは保守二大政党制への、うん、まあ、策動だったわけですよ。うん、まあ、小池都知事がね、うん、集団的自衛権を認めると、うん、で集団的自衛権に反対するやつは排除するって、うん、まあ、言ってくれたおかげで、そこは非常に性格がはっきりしたわけですよね。で希望の闘争動で希望の党が失速しちゃって、まあ予想外に立憲民主党が、まあ、あの支持を得て、うん、比例で1100万票の支持を得て野党第一党に躍り出た、うん、ここからいよいよ本格的な野党の、まあ、再編成が始まるわけですよね、うん、で希望の党が、まあ、ダメになっちゃって、まあ、いわば小池さんに騙されたその当時の民進党の人たちはもう一回民主党を作り直そうやみたいなことは言ってたんだけど、うん、
枝野はやっぱり永田町の数合わせには組しないと言って、うん、2年間ぐらいずっと背を向けてたんですね、その点の議論について、ね、うん、そうでしたね、うんうん、なんで堅くななのかという批判が結構ありました、うん、で、まあ、僕もね、その野党共闘を進める立場で言えば、うん、枝野さんそんな堅いこと言わないでっていうか、まあ、その国民民主党っていうのも、まあ、昔は民主党政権で一緒に釜の飯を食った仲間がいっぱいいるじゃないかとかって言ったんだけど、堅くなでしたね、要するに別々の党なんですよとかって、うん、で2019年の参議院選挙は別々の党としてやっぱり戦ったわけですよ、うん、そうでした、静岡とかね、京都とか二人区で候補出してね、うん、まあ、ぶつかった。でそれでまあちょっとね、 無用な喧嘩をして、まあ、ちょっと別の意味でマイナスもあったんですけども、うん、まあ、それで参議院選挙で立憲民主党がもう野党第一党としての地位をもう固めた後でですね、うん、去年の秋から、国会における野党の統一会派、共同会派の結成、そして去年末からの、その合流ということで、うん、まあ、枝野さんが主導権を取った形で野党の再編を進めてきたと。で、まあ、うん、今年の1月は、まあ、玉木さんの反対で一回頓挫したわけですが、うん、まあ、やっぱり選挙も近いという状況の中で、うん、もう一つ連合の神津会長が非常に今回はもう、そのいわば、連合会長の生命をかけて、うん、新党作りにやっぱり関わったということですよね、うんうん、で、まあ、連合と立憲民主の路線の食い違いっていう問題もあって、うん、連合傘下の民間組合は、うん、産別の立憲民主党に加わらないという動きも、うん、起こしたんですけども、うん、その産別出身の議員は確かに国民民主に行ったり無所属になったりしてますが、うん、連合としては一枚岩で立憲民主党を支えるっていう方針を中央執行委員会で決めてますからね、うん、これはやっぱり大きな変化だと思いますね。そうか、神津さんってあんまり表に出てらっしゃらなかったので、うん、うちのチャンネルで神津さんを撮った写真を出したら、うん、なんかすごい粋人っていうか粋な人、はあ、だから労働組合の幹部とは思えない、あれはきっと労働貴族に違いない。まあね、東大出て新日鉄の組合でしたからね。そう、あとはどうして自分の足元の組合をちゃんと説得して新立憲に参加させないんだっていうようなことも言われてるけれども、うん、それを差し引いたとしてもこの間の活動については先生はやっぱり評価するべきだと思ってます。いや、これはね、やっぱり本当によくここまで連合をまとめてくれたなと思いますね、うんうん、うん、なるほど、そういう意味で何て言うかな、まあ、連合についてはいろんな批判もあるけれども、うん、30年前にね、連合が発足して、で、まあ、冷戦が終わる、ソ連型社会主義が崩壊するという時代状況の中で、うん、やっぱり働く人たちの利益を代表する、うん、まあ、社会民主主義の政党、うん、まあ、だからイギリスの労働党とかね、あるいはまあアメリカの民主党、うん、みたいな政党を日本でもきっちり作って自民党と政権を争っていくんだっていう政治的な目標があったわけですね、うん、で、まあ、2000年代の民主党で一回、まあ、政権交代が実現して、うん、まあ、それが、まあ、ね、うまくいったかなと思った時もあったんだけど、さっき言ったようにやっぱ保守二党論とかね、うん、あるいは新自由主義とかいろんな要素がまだ民主党の中にこう、うん、混在してすっきりした形の理念が違う二大政党制っていう形を作れなかったわけですよ。だから今回はやっぱりかなりこう理念をしっかり立てて、うん、大きな野党第一党を作れたと、うん、要するに保守であるその自民党の理念とか、政策とかと真っ向からこう対立軸を出せる、まあ、そうですね、政党が1個できたっていう。ですからやっぱり安倍それから菅路線で、うん、憲法改正、まあ今で言えば敵基地攻撃論みたいな形の憲法破壊があり、うん、
国内政策で言えばさっきから言ってるように強者優先の、うん、規制改革路線ありで、これに対抗する上でやっぱり今の立憲民主はやっぱり憲法擁護、うん、それから社会民主主義ということでね、分かりやすい構図ができてくると思いますね。でなんとなくこの自民党の総裁選フィーバーに吹き飛ばされたような格好もありましたけども、新立憲民主も大会を開いて、うん、あの枝野さんを代表に選出し、はい、その後国会で菅さんを総理大臣にする投票が行われた際には、はい、もちろん反対したわけですよね。そうですね、うん、で首班指名選挙では共産党も枝野さんに投じた、うん、国民民主も、まあ、衆議院で会派を一緒に作るということで枝野さんに投票したということで、うん、結局野党がまとまって枝野さんを総理候補として投票した、うん、これは非常に大きな意味がありますね。そうなんですか、うん、そうなんですか。いやそうでしょう、だってこれ、まあ、共産党も枝野さんを総理大臣にしたいんだよっていう意思表示をした。これはやっぱり次の総選挙で政権交代一緒にやっていくっていう意思表示ですよね、うんうん、なるほど。まあ共産党とどういう形で協力するか、さらに言えば連立政権を作るのかっていうのは、うん、まあいろいろと超えるべきハードルがあるので、うん、まだまだそう簡単な話ではないとは思いますが、うん、やっぱり衆議院選挙において選挙協力を進めていくという流れはもう不動ですね。なるほど、ええ、だからね、その不勉強な新聞記者がね野党の記事を書くとね、うん、バラバラとかね、選挙協力もなかなか難航するとかね、うん、書くんだけど、うん、もうちょっと取材せよっていう私は言いたい、私のところに来てくださいっていうこの前共産党の小池晃さんと、うん、まあ、ちょっとこの新立憲の、まあ、出発を受けて、うん、この後の野党協力をどういうふうに考えるかっていう話もしたんですけど、うん、まあ、選挙協力は本当できます。なるほど、大丈夫です。289の小選挙区で全部ってわけにいかないですよ、うん、やっぱりそれぞれ政党として戦って、かその比例でも票を取らなきゃいけませんから、ね、うん、小選挙区でやっぱある程度候補者立てない出したい、うんうん、だけどもうこれはもうあれですよ、もうこの場で言っちゃいますよ、本当共産党がの票を乗せれば勝てるところはともかく一本化しましょうと。なるほど、ね、そういう、まあ、ある意味で国民にとっては次の政権がどうなる、うん、総選挙の結果がどうなるかって結構、うん、皆さんのんびりしてらっしゃるかもしれませんけど、身に染みて変わってくる、日本が変わってくるっていう大事な選挙ですよね。コロナ危機の中でね、経済は本当にこう惨憺たる状態でしてね、うん、まあ、今度の選挙は本当にさっきから言ってるように、うん、その自助か公助か、うんうん、っていう選択になるわけですよね、うん、でちょっと選挙の話ちょっともう一回戻って、はい、一言だけ加えておきますと、うん、289の小選挙区で、うん、200ぐらいは一本化できるんじゃないかなと思いますよ、うん、先生強気です。強気です、うん、いいことだと思いますが大丈夫です、本当に期待します、ええ、はい、それでいいですか、はい、総選挙における戦いですが、はいはい、ということで新型コロナウイルスはなかなか収束しません。なんかあれですよね、東京の感染者数もちょっと減ったかなと思ったらまた200とか、ね、そうなんですよね、ちょっと減ったところでみんなが安心して東京都の方も緩くなるのかなと思ったら、うん、あそこ の会議から出ている文書によると、うんうん、いやそうじゃないと、なんかこれはまた警戒レベル上から2番目ですね。そう、上から2番目ですし、このあと極端にこう増えてくる可能性もあるって、どこの数値でそういう判断されてるのかわからないんですけど、うん、専門家の方が非常に、うん、警鐘を鳴らしてらっしゃる状況。それでですよ、菅さんがもう執着している GoTo、はい、キャンペーンで東京都民も対象にするとか言ってね、うん、もう今日からその旅行商品の売り出しが始まったわけですよね。
これ大丈夫かって思いますけどね。大丈夫かっていうこともありますし、脱線しますけども、 GoTo キャンペーンでお得になって、あの京都とかそれぞれ観光地に行く方ってやっぱり富裕層が多いので、本当にあの高級なところから埋まってるんじゃないかと思うぐらい予約もそういう方から埋まってるんですよ。1泊何万円もするようなところが、そこが割引になってクーポンも使えるってことになるので、なんか普通の人が行くんじゃないよ。これ税金を使って金持ちが物見草に行くことをね、後押ししてるっていうことですよね。そうです。うん、だからどうかと思います、うん、どうかと思いますよ。はい、次ですが、で今日その不況失業、いや今までこうもちろんね、安倍政権も、うん、あのいろんな支援策を取ってきました、うん、あの雇用関係とかね、それから家賃補助とかね、うん、だけどまあやっぱそれじゃ持たない、うん、本当に倒産失業が年末に向けてね次々に起こるじゃないかと予想されてるわけですよね、うん、本当に、うん、あの特に、アパレルは春夏物が全然売れなかったですから、うん、これからすごい大変だと思いますし、うん、飲食ももちろん、ね、あのね、一部上場の企業とか、うんうん、一定の大きさのある企業が倒産するとニュースになりますけども、うん、そこのお店が閉めたとかね、うん、そういうところだともうニュースにもならない、うん、それで倒産の手続きも取らないまんま、うん、そのお店だけ閉まるっていう形の不況っていうのがこれから結構深刻化すると思いますね。そうですね。でまあ、菅さんの最初の仕事は来年度予算の編成ですよね、うん、まあ、もうすぐ概算要求の締め切りですけども、まあ、今年度は第1次第2次の補正予算もあってですね、百、うん、数十兆円という途方もない予算です、うん、で来年度も多分コロナ対策などで大変な支出が必要になっていくわけですが、まあ、不景気だから税収はうんと減ると、うん、そうすると国債に依存する割合がうんと高まりますね。さらに、うん、うん、大丈夫ですか。いやでね、まあ、今のところはね国内の貯蓄で消化してますけども、うん、本当にねもう残された時間はそんなにないというかね、うん、そこで食いつぶしちゃうと、うん、国内の貯蓄で国債が消化できなければ外国に買ってもらうわけで、うん、そうなるともうあれですよね、途上国化するわけですよね。そうですね、うん、どうなるのかな。いや本当に本当に危機的な状態なんですよねこれあのどなたか覆面でいいので財務省の人とか解説してくれると、うん、嬉しいですけどね、本当にね、まあ、だからね、うん、まあ、消費税下げるってのはちょっと無理だよって菅さんが言ってるのはこれは私は正しいっていうか正直だと思いますね、うん、はい。で菅政権の滑り出し、いやちょっと資料に間に合わなかったんですが、うん、今日の朝刊の各紙で、うん、60数%、そうでした、という途方もない支持率でありまして、野党新党はもうなんか立憲民主の 前の時よりもなんか支持率下がっちゃってるまあこんなもんでしょう。でもあまあいいじゃないですか、うんうん、ご祝儀相場だし今のところ、うんうんうん、でですね、この高い支持率に幻惑されてやっぱりじゃあ今選挙やっちゃえっていう声が出てくる可能性はあります。そうですね、はい、うん、でただ今年の秋というタイミングを逃してしまいますと、うん、やっぱり来年は通常国会で予算を通して、うん、で7月に東京都議会選挙がありまして、でオリンピックもあって、まあ、オリンピックできるかどうか分かりませんけどね、はい、うん、ですから今年の秋の解散ができなければ来年の8月9月に総選挙、ただ9月は自民党総裁選がありますからね、しかも来年の総裁選は、まあ、あの一般党員も参加する総裁選です、うん、でまあ菅さんが今の人気が続けば大丈夫なんだけど、いろんな経済問題等々あってですね、うん、菅さんが不人気だったら誰が次の総裁になるか分かんない短命に終わる危険性もあるということで、菅さんが長期政権本格政権を作りたければやっぱり総裁選の前には絶対に総選挙やんなきゃいけないですね。うん、でも来年の話ですか、うん、まあ、来年になる可能性もかなりありますよね。
そうか。じゃあ野党は何を訴えるか。はい、まあ一つは森友加計桜など、うん、安倍政治が破壊した法と正義をやっぱ取り戻す、うん、なんかね加藤官房長官はもういろんなことの調査しませんとかって言ってんだけど、うん、そういえばあのジャパンライフっていう会社の社長が捕まりましたよね、はい、そう十何人役員捕まって、あれは戦後最大の消費者被害と言われています。で、うん、あの捕まった人は桜を見る会のゲストと呼ばれていたわけですよね。 そのゲストであるということで、箔をつけてですよね。これだって本当にこう政治家との関与みたいなものが出てくる可能性ありますよね、うんうん、だからやっぱり法と正義の回復、これはもう、まあ、大前提ですよね、うん、でその前提の上にそのコロナ危機への科学的対応、つまり、うん、安倍政権の下でやっぱ検査はちゃんとやんない、実態が分かんないっていう状態だったのはやっぱりきちっと改めていく、うん、そうですね、うん、それからやっぱり経済政策ですよね、うん、でまあ私はあの立憲民主にいろいろと提案をする側なんですけど、うん、やっぱりね戦後ずっと続いてきた正社員プラス専業主婦っていう社会モデルから決別をする、うん、みんなが働くということを前提とした社会システムを作るということですね。なるほど。これねあの3月の例の全国一斉休校、学校休みになった時に、うん、私つくづくね安倍さんとか自民党の人ずれてるなと思ったんですね、うん、つまり平日の昼間大人親が家にいて子供の面倒を見るっていうことは当たり前だと思ってる、うんうん、それであんな話になっちゃったわけだけど、頭がねまだサザエさんなんですね、はい、でこれがねやっぱり社会とずれちゃってるわけですね、うん、だからその今の人々の働き方、うん、あるいは家庭生活に即してね、うん、きちんとした支援のシステムを作っていく、うん、これがまあ経済政策のやっぱり私は柱だと思いますね。それに合わせて税制や社会保障制度や雇用のルールや、うん、医療介護教育などの各分野の政策を出していくということですね。でもう一つはやっぱり顔の見える政権構想、これは前にも言いましたけど、30代40代50代の政治家たちを並べてね、うん、やっぱりネクストキャビネットを作って、野党の政治家から政策を発信していく、論争を挑んでいくっていう仕掛けをどんどんしてほしいと思いますね、うん、なるほどね。そのますます国会から逃げるっていう可能性もありますね、国会の論戦から。あの菅さんが、うん、あそれはそうでしょう、だってあの人議論ができない人だから。さすがに総理大臣になって問題ないとかね、当たらないとかってそれを繰り返すだけにはいかないでしょう。そうなのか、うん、いや国会は論戦が楽しみにはなってまいりました。そうですね、だから臨時国会で解散がなければね、うん、当然その予算委員会における質疑っていうのはあるでしょうから、うん、それは楽しみだと思いますよ。なるほど。ということで、菅政権発足にあたりまして、菅政権を厳しく見てみましたという影陰にせいでしたが、はい、まあ、希望はあるので私が希望を語るというのは珍しいんですけど。そう、山口先生が希望を語るのは珍しいことではないか、珍しいことですか、珍しいんですけどことですから、はい、ぜひそれは期待したいと思います、はい、皆さんの間でもぜひ話を、はい、政治についての話を広めていっていただければと思っています。また次よろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。